ラムバンはアメリカの大手自動車メーカークライスラーがダッジブランドで生産していたフルサイズバンである。当初は貨物バンがダッジトレーズマン、乗用ワゴンがダッジスポーツマンとして販売されていたが、1980年に B シリーズとしてラインアップに整理された後、ピックアップモデルのダッジラムのラインアップに統合され、ダッジラムバンとなった。B シリーズ、または単に、 ダッチ版とも呼ばれる。クライスラーは小型版であったダッチ A100 の後継モデルとしてクライスラー B プラットフォームをベースとした版を開発した。これらは1970年に版のトレーズマン、ワゴンのスポーツマンとして販売が開始された。その後 B シリーズとして一本化された後に1980年には ピックアップモデルのダッチラムのラインアップに整理され、貨物モデルのトレーズマンはダッチラムバンへ、乗用モデルのスポーツマンはダッチラムワゴンへと名称を変更した。貨物モデルについては、ボディの後部側面の一方に、ドアや窓を設けず丸ごと溶接して強度を上げたユニフォームと呼ばれるデザインを採用しており、競合他社と比べ重量、強度の点で有利となっていた。 また使い勝手を考慮して、側面、背面に観音開きのドアを採用していた。これにより、北米市場ではヒットを飛ばし、1970年代において、一般的な貨物版の代名詞とも言える存在となった。1979年に最初のモデルチェンジを行い、従来局面を帯びていたフェイスブは1980年代初頭において、北米市場でトレンドであった。 角バッタ、グリル、ライトが採用され、ピックアップモデルに近しいフェイスデザインとなった。その際にインテリアなども近代的に一新されている。販売開始から24年経過した1994年、ラム版は2度目のモデルチェンジを実施し、ドライブトレーンを更新したほか、再び丸みを帯びたフェイスとなった。またミニバンであるダッチキャラバンがヒットして以降、 ラインナップとしては設定されていたものの常用モデルの役割を同社に譲り、ラムはフルサイズ版としての性格を強めていった。これによりクライスラーは北米のワゴン市場において多大なシェアを確保した。また、キャラバンでは当社にあやかったグレードミニラム版が存在した。エンジン、ボディサイズは多様で全長4.9メートルのショート、5.35メートルのミディアム、 5.9メートルのマキシロングの3種を基本とし、最終モデルにはオプションで 250HP を発生する強力な5 9リットル v 8のマグナムエンジンや CNG を採用したモデルもラインナップされていた。基本的には 225HP の5 2リットル v 8マグナムエンジンが主流である。日本においては、道路事情上、ショートボディが一番人気で多く流通しており、 程度の良いミディアムボディは近年希少になってきている。マキシロングはほとんど流通していない。ゼネラルモーターズやフォードモーターの競合モデルが3世代ほどモデルチェンジしたのに対して、ラムは1970年に販売されて以降、ピックアップトラックのダッジラムに合わせて前後のフェイスリフトを行っていた他は、エンジンなどのドライブトレーンの変更はあったものの、 基本的な構造はほとんど変えずに2003年まで販売が継続された。これは北米市場の自動車市場において単独モデル最長寿を誇っていた。ラムバンの販売終了後、後継モデルは開発されず、ダイムラーよりメルセデスベンツスプリンターの OEM 供給を受け、ダッチスプリンターとして販売している。1970年代、北米ではカスタムカルチャーとして、 貨物版の改造が流行していた。これにより、当時ラムはカスタム素材としても人気を博していた。ダッチの営業人はこの流行に目をつけ、ラムのメーカーオプションとしてアフターマーケット製品に見られるような様々なパーツをリリースした。また、新車時よりこれらのパーツを盛り込んだストリート版パッケージをラインナップに設定した。ありがとうございます。